時間、それは悠久の流れ。その流れを遡り、この青い惑星が時を刻み始めて間もない頃、人類がまだ誕生していない時代に突入しましょう。巨大な生物が地上を蒸し歩いていた世界、ようこそジュラシックパークへ。このラグーンに生息するゴルガーサウルスは地球上に存在した最大級の生物の一種です。しかし大きな体に似合わず、性格は至っておとなしく、人を襲うようなことはありません。オウムのように曲がったくちばしを持つこのプシッタコサウルスは、角を持つ恐竜の中では最も小柄で、角竜の祖先と考えられています。プシッタコサウルスはプロトケラトプスやトリケラトプスと同じ草食恐竜の仲間です。この地熱地帯に生息する草食恐竜は、背中のプレートと尻尾のスパイクを武器にし、ハロサウルスのような外敵から身を守ります。中世代に恐竜が実際に食べていた植物をふんだんに与えています。次はハドロサウルスの入り江です。この入り江にはパラソンを ツアーボートはまだコースを外れてる。トランスポートステーションでボートを取れるんだ。